ください。あれ、コーン先輩？古いですけど、安くていいところなんですよ。管理人さんも優しくて、いろいろと気にかけてくれますし。はい、よく利用させてもらっています。部活で使うサポーターとか早くもダメにしちゃって。右も左も分からなかった私にいろいろなことを教えてくれて、空手部のエースで強くて面倒見も良くて、練習方法はもちろん部活の後の息抜きの仕方までアドバイスしてくれたりして、おかげで学園にも部活にもあっという間に馴染めました。でも先週あたりからなんだかギクシャクしてきて、部活で厳しく指導してくれるのはむしろ望むところなんですけど、こちらから話しかけても返事をしてくれないこともあって、わかりません、本当に心当たりが全然なくて、一体どうすればよかったんだろうって考えてたら、今朝の稽古も身が入らなくて。すみません、コウ先輩、せっかく付き合っていただいたのに。私、同じ武術の。さっき街でキャッチの人に女の子に間違われちゃった。なんかメイドカフェで働いてみないかだって。
それで話って？私商店街にはたまたま立ち寄っただけなんだけど、あんたも部活で疲れてるでしょうし、休まないと明日に差し支えるわよ。すみません、本当は明日部活が終わったら話そうと思ったんですけど、そのよかったら部屋に上がって行かれませんか？それはやめておくわ。話があるならここで聞くから。千秋先輩、よかったら教えてくれませんか？私のどこが悪いのかを。何度考えてもどうしてもわからないんです。一体何がいけなかったのか、どうして千秋先輩を怒らせてしまったんだろうって。でも私嫌なんです、先輩とずっとこのままなんて。だからもし私が原因ならちゃんと言ってほしいんです。人の気も知らないで。あんたさえいなければ、あんたさえいなければこんな思いをしなくて済んだのに。ねえ、どうして、なんでわざわざ森宮に来たの？立派な流派があるんでしょ？地元で頑張ればよかったじゃない。あんたが入部してきたせいで私は。その辺にしとけ。時坂。愛沢、さすがに言い過ぎだ。少なくとも先輩が後輩に言っていい言葉じゃねえだろ。なんとなく気持ちはわからないでもねえが。な、まずい、逃げろ。急ってやつかよ。ソラ、いねえのか。畜生、なんで急に。時坂君。柊木。呆れた。どうしてあなたがここにいるの。あれほど関わるなって忠告したでしょ。関わりたくて関わったんじゃねえっての。そんなことを言ってる場合じゃねえんだ。このままじゃ空が。どうやらイクリプスの現場に出くわしたみたいね。落ち着いて詳しい状況を聞かせてちょうだい。ああ。なるほどね。
最低限の状況は分かったわ。とにかくあなたはここで引き返しなさい。生島さんだったらね、その子は私が助け出すから。断る。巻き込まれたのは俺の後輩だ。黙って見てられるわけねえだろうが。仕方がないわね。あなたソウルデバイスをもう一度出現させることはできるの？え？そういや、あの時は無我夢中でいつの間にか出てきたようだ。だろうと思った。なんだ、見覚えのねえアプリだ。ソウルデバイスの保存と展開を司るアプリよ。適格者が一度権限させた力を自在に展開できる。こんな風にね。いでよ、エクセリオンハーツ。ここで時間をロスするのは避けたいわ。今一度あなたの協力を認めましょう。へっ、そりゃどうも。キングギア。そうと決まればとっとと行くぞ。ええ、せいぜい足を引っ張らないようにね。
くぜ。行くわよ。時作、危険を感じてすぐに下がってちょう。悪いがヒイラギ、保証はできねえ。そこそこ、やれやれ、シュー、そこ、ヒイラギ、お疲れ。
ブリザードピア。俺の出番だな。ヒイラギ、お疲れ。いいものみたいね。上出来だわ。
くぜ。リンガー、せい、you
アンカースライド。Shoot!